内観博物建前吹き抜け展示民族衣装の展示知らずる針から掘り出された魚重慶中国三教博物館は中国重慶市宇宙区にある重慶市と三教に関する博物館である。国内最大級の規模を誇る。旧重慶博物館を改装した現在の博物館は2005年にオープンした人民大来堂近くに位置する。 重慶市や長江の三峡地域における文化遺産、自然環境に関する教育、保全、調査、研究を行うことを目的としている。建物の外壁は斜めになっており、上部は大きなガラスのドームで覆われている。ここにはブロンズの彫刻や大きなレリーフ、長さ 1km のエコロジカル回廊がある。博物館の床面積は、 延べ42,497平方メートル。展示スペースは23,225平方メートルである。主に以下の4つの展示に分かれている。壮観な三峡古代輸水重慶の古代史重慶死の遠隔20世紀史降日戦争さらに、以下のような展示もある。また、中華民国自由地区の首都時代。 戦時中や日本に降伏する際の重慶の180度パノラマ展示もある。さらに、ダムが建設される前の三峡の景色を楽しめる360度シネマや、1階には三峡ダムのモデルなど、三峡に関する展示がある。ありがとうございます。